こんにちは、皆さん。今日僕は、なんて言うんだろう、ああいうの、ジャンク市じゃないな。普通のカメラ屋さんなんですけど、新品はあんまり売ってないのかな。ほとんど中古品を売ってるカメラ屋さんがあって、そこで掘り出し物を見つけてしまって、実際に今これ撮ってるやつなんですけど、これ、多分日本の市場で出回ってないみたいで、どこのメーカーの、カメラかっていうと、サムスンなんですよ。携帯とか、SSD とかでは、すごいギャラクシーシリーズとか、T5 とか、すごい速い SSD、外付け SSD とか、有名なんですけど、カメラって思って。で、カメラでサムスンって聞いたことなかったので、で、調べてみたら、日本の市場ではほとんど出回ってないみたいで、その代わり結構海外では出回ってるみたいで、で、なんか、お、面白そうだなと思って。まあ、まず、値段がすごい安くて、これ。5600円。いや、嘘でしょって思って。いやー、なんか、普通に、しかも別に悪いスペックじゃなくて、普通に 1080p の 30fps で撮れて、イメージスタビライゼーション、OIS ってやつが入ってて、ズーム、なんだろう、これ、どれぐらいできんの？おお。危ない危ない。メインのカメラ。こっち今使ってるのはキヤノンのカメラなんですけど、なんかまあキヤノンとサムスンを比べてみるのも面白いかなって思って。で、何より画角がすごく広い。これ、5.2ミリから17.2ミリっていう画角なのかな。そして F が1.4スタート。で、まあもちろんなんか、そんなね、いい、お値段のカメラじゃないから、まあそれなりなんだろうなと思ったんですけど、6000円にしては撮れてますよね。いや、もうなんなら全然 GoPro Hero 5より綺麗っていう。で、僕結構レストランとかの中で撮る時が多くて、F 値が低いと、すごい明るく撮れるんですよ。で、これ動画撮ってないと意味わかんないかもしれないですけど、明るく撮れたら編集するときすごい楽で、そのまんまもう撮って出しを、プレミアプロとかにパッパッパって入れて、あとはもうカットと文字入れと音声入れだけで OK っていう。それが GoPro と iPhone とかでやると結構色が違うので、明らかにこれなんかガタッと色が変わったり、まあどっちともいいカメラなんですけど、でもなんか、で、これバリアングル液晶ついてて、タッチではないです。なので、バリアングル高級コンパクトカメラ、当時2012年の。なので、何に似てるかな？ LX9 とかに似てますね。LX9 とかのシリーズ。LX9 と、RX100 シリーズに似てるのかな？それで2012年発売なので、もう6年前の型落ちなんですけど、十分だろっていう。そんな感じです。ちょっと音声の方はわかんないんですけど。まあ、あとこっちに、画面があるので、僕は今までキヤノン使ってきて、横のバリアングルだったので、やっぱり横のバリアングルはやりやすい。そんな感じです。それでは。なんかちょっと青と緑。なんか色が、なんか初めて見る色合いだな。まあでも、大丈夫だな。よし、それでは。バイバイ。